し、今日はどんなゲームだ。よいしょ。今回は光と闇の姫君と世界征服の塔、ファイナルファンタジークリスタルクロニクルを味見。なんとその主人公は極悪非道のプリンセス。どういうこと。さあ、まあすごい奇抜な、すごいね、ミラ。え、今日から私が魔王なんだから。魔王なの主人公。何何何。うん、かわいいね、なんかね。大戦争開始。はい、説明。はい、うん、ダーククリスタルを破壊する魔王になる。次から次へとやってくる冒険者からダーククリスタルを守るためにフロアやモンスターを配置して塔を強化します。モンスターを配置しているフロアではバトルが発生。バトルの途中でもバトルタイムゲージがなくなると冒険者は上のフロアへと進んでしまいます。フロアの設置、モンスターの配置にはネガティブパワーと呼ばれる NP を使用します。 NP をどのように振り分けて塔を強化するかがポイントです。これで、いいんじゃない。来たよ。頑張るんだ。お、いいよいいよいいよ、幸先いいよ。ちょっと待って、その前に、あ、浮いちゃった。あー、嘘。やった、よっしゃ。あ、ちょっと待って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 、どこにいるの。あ、ここにいる。やばいやばいやばい。ゴブリン、ゴブリン頑張って。オッケー、もう一回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 、ちょっと痛い、やばい。よし、オッケーオッケーオッケー。フロア設置で、モンスターいけるか、まだ頑張って。オッケー、しゃ、よし、分かってきたぞ。次がここね。大戦争開始。ではフロアを設置していきます。こうして、こうして、こうの。意外とね、モンスターを2匹、やっぱ1回でジャブ打っとこうかな。これで行ってみよう。ただね、10人だよ。いけるよ、君たちいける。 OK、 いいよいいよ。 OK、 これ私超強いんじゃないの、この設置。もう一回 OK。 足りないのかい。なんか来たんだけど、なんか来たんだけど。フロアにいるすべてのモンスターにダメージを与えることができるクロマ同士が登場。果たして、なにこれなにこれ、なんか来たよ、強いの来たんだけど。いや、やばいやばいやばい、あー、なんか変なの、なんか変なの来てる。なにこれ、うわ、なんかもう大変なことになってきてる。よし、落ち着け、もう一回。よし、いいよいいよ、なんか強いってこれ。一気にやられたんですけど。待って、お願い、本当にこれでもうないんだから、ネガティブパワー。お願いお願い、
ごい戦争でしたよ。いやーこれちょっと次さどうしよう、なんかさモンスター強化したかったな。もう1階にジェムね、そして冒険者をここの1階でやっつけてしまえばね。うん、そしてドンドンドン、オッケー。そしてまあ、まあまあまあ早く早く早く、時間ないよ。ドンドンドン、オッケー、いいねー、頑張っていけるよ。オッケー、来た宿敵。あ、一斉攻撃やめてお願い。はいはい、強いよこの人。ちょっともうこれ、ちょっと本当に強い。なんか来たレベル10。これまでの冒険者の中でも圧倒的な攻撃力を誇るチャイムレベル10が登場。防げるか。強え強え、ちょっとどうして、これ無理だよ、待って無理だよ、ちょっと待ってくれよ、ちょっと待って待って待って、強すぎるでしょ。もうこれボスか。ここに置いといて。OK。いや絶対あのね黒魔導士なんだよな。あんまり今のうちに使わない方がいいな。そして NP を、これでモンスターを配置します。どうかな、この作戦でいけっかな。強いなあ。あやった、早く回復しといてね。ちょっとここは本当正念場だぞ。もう一個神経を、今どこにいんだ、ここに行って来ました、よいしょ、もう一個、オッケー、いい感じ、よいしょ、オッケー、よく頑張った、よく頑張った、本当によく頑張ったと思う。いける、やったー、あー超嬉しい、うわこれめっちゃめちゃ嬉しい。しかもモンスターゲット、いやーやったー、これいいね、作戦、作戦だねこのゲーム、めっちゃ嬉しい。ファイナルファンタジーが、まあ、昔からすごい好きなんですけど、これほんと逆のモンスターで戦うっていう、これがちょっとほんと今までなかったなと。でもやっぱり待ち受けるっていうのは今までにないパターンだったんで怖いですね。あ、敵ってこんなに怖いんだって思いました。作戦をこう練ってフロアだったりモンスターだったりを設定するっていうのが多分本当人によって何通りもあると思うんですよ。だから本当に楽勝で勝てるフロアの設置の仕方とかが多分あると思うんですけど、それをね解読したいですね。私もねかなりいいとこまで行ったと思うんですよ。ちょっとねこれ本当家でやりたいです今すぐ。